秋田方氏の女性主義が酪農から政治へ、山根敦子議員の生い立ちとは、秋田方氏の石丸伸二市長と激しく対立している市議の一人で、ネット上で話題になっているのが山根敦子議員です。彼女は石丸市長に対して厳しい質問や批判を繰り返し、市政に対して反対派の姿勢を貫いています。しかし彼女はなぜ政治家になったのでしょうか。彼女の生い立ちや経歴を知ると意外な一面が見えてきます。この動画では山根敦子議員の生い立ちや経歴、学歴、そして地元での評判について紹介します。山根敦子議員は1956年2月15日に広島県府中市で生まれました。高校は広島県立福山静止館高等学校に進学し、偏差値64という優秀な成績で卒業しました。その後大阪薬科大学薬学部に入学し、1978年に卒業しました。薬剤師の資格も取得した山根敦子議員はその後何年か薬局で働きましたが、1996年に夫の故郷である秋田方市に移住しました。夫の実家は酪農牧場を営んでおり、山根敦子議員も牧場経営に参加することになりました。しかし彼女は酪農に関する知識や経験が全くなかったため、一から勉強しなければなりませんでした。それでも彼女は地域の人々と協力しながら酪農を続けていきました。また酪農教育ファーム認証を受けて、毎年地域の小学校1、2年生の体験学習を受け入れるなど、子どもたちへ食と命の学びを支援する活動も行っていました。山根敦子議員は牧場経営の傍ら、さまざまな社会活動にも参加していました。例えば広島県男女共同参画懇話会委員として、男女平等や家族支援などに関わったり、広島大学大学院マネジメント専攻修士課程を修了したり、放課後児童クラブの設置を訴える活動を行いました。特に放課後児童クラブの設置を訴える活動は、後に政治家を目指すきっかけとなりました。2008年4月に秋田方市議会議員補欠選挙が行われた際、山根敦子議員は初めて政治家として立候補しました。無所属で出馬した彼女は、見事に1位で初当選を果たしました。その後同年11月に行われた市議選でも再選を果たしました。市議となった彼女は女性ならではの視点で市政に対して提言や実行を行っていきました。例えば放課後児童クラブの利用時間延長や病後児保育の必要性を訴えたり、防災会議への女性委員の登用を提言したり、乳がん検診啓発団体スマイル秋田方を設立もしました。2012年11月に行われた市議選では3期目を目指して立候補しましたが、定数18に対して20位最下位で落選してしまいました。しかし彼女は諦めずに政治活動を続けました。2016年1月には秋田方市長選挙への立候補を表明し、4月に行われた市長選では浜田和義に僅差で敗れましたが、同年11月に行われた市議選では1位で参戦を果たして市議に返り咲きました。2020年11月に行われた市議選でも4選を果たし、現在4期目の任期中です。彼女は40代で大学院に入学したことからも向上心や努力家であることがわかります。秋田方市の石丸伸二市長と激しく対立している市議の山根敦子議員に対して市民は何を望んでいるのでしょうか。まず石丸市長と山根議員の対立の原因は、2019年9月に市議会本会議で議員が居眠りしたことを石丸市長がツイッターに投稿したことから始まりました。その後も副市長の人事や議員定数の半減などをめぐって石丸市長と山根議員は激しく対立しました。山根議員は石丸市長から誹謗中傷されたとして500万円の賠償を求める訴えを起こしています。秋田方市の市民はこのような状況に対してどのように思っているのでしょうか。インターネット上で見つけた情報によると、市民の意見は分かれているようです。一部の市民は石丸市長を支持し、山根議員を批判しています。例えば以下のようなコメントがありました。石丸さんは若くてやり手だし、秋田方市を変えようとしている。山根さんは議会の反対派でしかない。石丸さんが提案した副市長や議員定数の半減も良い案だと思う。山根さんは自分の利益しか考えていない。一方で別の一部の市民は山根議員を支持し、石丸市長を批判しています。例えば以下のようなコメントがありました。石丸さんは高飛車で尊大だし、ツイッターで暴言を吐く。山根さんは地元に根ざした真面目な人だし、酪農や子育て支援などにも取り組んでいる。以上のように秋田方市の市民は石丸市長と山根議員の対立に対して様々な意見を持っています。しかし共通していることは、この対立が解決されることを望んでいるということです。以上、秋田方市の女性市議山根敦子議員の生い立ちでした。
皆様の意見や考えもいただけると嬉しいです。